メヒシバ族人イタリアは、イネカの分類群の一つ。日本では小柄な雑草が多いが、食用とされる種もある。また雑草としても重要なものを含む。メヒシバ族は細い方をまばらに出す。イネカ植物の群で、コボは、卵形でほぼ扁平。それが、果軸に密着するように生じる。名前は、日本産の極普通種である、メヒシバが、日向に生えて、同様に極普通種で、 手のひら状に頬を広げるおひしばに比べて、弱々しく見えることによる。ちなみに、メヒシバは細い茎が地面を這いせた毛も、せいぜい50センチメートル。普通はもっと低い草であるが、南米原産のススキメヒシバ D インサーリスは、株立ちになって、草丈1.5メートルにも達する。学名は、ラテン語の指に由来し、果女の形状による。食用とされる種もあるが、日本では、 大きな理由はない。むしろ、雑草として、非常に頻繁に見かけるものである。これは、日本本土では、ほとんどが、メヒシバだが、コメヒシバやアキメヒシバも、頻繁に見られる。一年草または、多年草。果女は水上に見える、相乗果女をなす果軸を、家計の先端から臨生状、または、束状に出す。こぼは果軸に密着するようにつく。 コボは二つずつまとまって生じ、それらは同型ながら、柄は長さ不動。扁平になった下軸の片側の面に多くは二列に並んで生じる。コボは楕円型などやや細長い形で複廃に扁平。内部には二つの小花を含み、上のもののみが結実する。第一方へは、対価的に小さくなるか、または、消失。第二方へは、コボより小さい。 第一森江が、コボと同調で、脈を持ち、第二森江は、毛がなくて光沢がある。つまり、コボの外面は、その大部分が二つの小花の森江に包まれる。全世界の団地に分布して百種以上があり、広く幾何植物としても生育する。サタケタは、日本産の種として5種を挙げているが、初島は十一種を記録している。これは前者になくて後者にあるもののほとんどが、 亜熱帯域の帰化種であることによる。ちなみに、ユーリストは14種を挙げている。日本における代表的なものを一家に挙げておく。このうちメヒシバとアキメヒシバは日本全土に普通、コメヒシバは本州の関東以西、ヘンリーメヒシバは九州南部以南に普通に見られる。ただしコメヒシバは帰化種ではないかともされる。分類については種類が多く多形的であり、 しかも世界に広く雑草として広がるものが多いことから分類が困難な群との指摘もある。他の属でこれに類似するものとして家計の先端付近から細い果軸を放射状に出すものに行儀芝や奇襲スズメの冷えなどがあり、一見では判断が難しい場合もある。おひ芝も果女の形としては似るが、穂が太く見かけは随分異なる。 日本では特に利用がないが、この属には、雑穀として、食用とされるものがいくつか含まれる。アフリカのフォーニオディ・エキシリスや、東ヨーロッパのオニメヒシバディ・サングウィナリーズなどが有名である。他方で雑種としては著名なものが多い。メヒシバは、日当たりの良いアルチや道端に最も普通に見られる雑草であり、東南アジアや日本では、最も頑強な雑草で、 夏野菜の畑において、除草をしなければ、収量が1、3以下になるとさえ言われる。また、他方で、燃力地などにおいてその種子生産が、野鳥や小動物の食料として重要との指摘もある。日本ではそれ以外の種にも、それほど顕著ではないが、ごく普通の雑草がある。佐竹ほか、p 十九日本では、八重山諸島に帰化している初島 p 八十九 以下、主として、初島 P689 佐竹ほか、P98 から99初島 P689 から692、BG プランツワ名学名インデックス、アーカイブされたコピー。2012年6月15日時点のオリジナルより、アーカイブ。2011年5月17日閲覧。2013年3月20日閲覧。北村ほか、P373。 植物の世界中 P 二 p 2 8 1ありがとうございます。